いてください。それきちんと申し送らないと部署動きませんよ。半年間休めませんからね。こういうワークを通じて皆さん自身がそのリーダーとしてどんなことを大切にしてるのかと。せっかく夢のことを語ってるんですけど、いやでもさ、ちょっと現実考えないよみたいなこと言われちゃうと、もう元も子もないですよね。自分自身ではちょっと分からなかったりするんですね。何が強みなのか、当たり前すぎて、なんか気の利いたアドバイスをしてあげなきゃなとかっていうふうには考えない方がいいっていうことですね。まずは徹底的に聞いてあげましょうよっていうスタンスです。で、問題が ないと、何でしょうね、植物とか動物とかその全部そうなんだと思うんですけども、要は進歩しないっ